チームリオの焙煎テクテク講座をやっていきます。今回はガテマラのオズマ農園ナチュラルをハイロースト、スティーロースト、フレンチローストで焼いていきます。はい、投入されました。はい、今回はなぜフレンチ、シシ、ハイと焼き分けるんでしょうか。オズマナチュラルの香りのポイントを知るためです。はい、この豆の焙煎度がどこが適切かという、はい、それを調べる、これがテーマですね。はい、フレンチは普段販売してる焙煎所ではないですが、どういう香りが出るかすごく楽しみです。1分で温度が132度です。はい、1分半で豆を触っていきます。はい、結構もう中まで温まってます。まだ電化はしてないですけど温度は上がってますね。はい、はい、上がってます。はい、120度で投入して、もうすぐ2分で133度になります。もう少しこのままでいきますか。もうちょっとこのままでいきましょうか。はい、電化しなくても温度が上がってればしばらく置いてもいいんですが、そろそろ上がり始めましたかね。そうですね、133をピークに少し下がり始めてるので、はい、そうですね、この辺で点火していきましょう。はい、点火は3でいいですか。そうですね、とりあえず3で点火しましょう。はい、3分で3に点火します。3分で温度が132度です。豆を見てみましょう。はい、豆がこんな感じ。はい、まあ、ナチュラルなんでもともとちょっとね黄色がかってますからね、まだ火が通ってきてないという感じですかね。元の色ですね。3というのはですね、内側のメモリで3、初期のちょっと強い火力をね使っています。4分で137度。はい、ここはあまり上がりすぎないように、かと一滴が足りなくならないように、はい、しっかりめに使っていきたいところですね。はい、1分あたりに何度ぐらい上がっているかをね、はい、4分5分のところで見てみましょう。はい、まあ、ここで、初期の火力が適切だったかどうか、少し判断ができます。はい、137度で、はい、まあ、10度以上上がってくるはずですね。5分で147度です。ちょうどぴったり10度上がりましたね。はい、なるほど。3度まで行くと思ったんですけどね。はい、はい、豆面を見ていきます。ちょっと白っぽくなったのが忘れましたね。本当ですか。うん、はい、なりました、はい、少し、はい、若干色が、ね、変わっているんですね。はい、はい、6分でじゃあ火力を下げていきましょう。はい、見ていいですか。そうですね、ちょっと6分の時点の温度を見てから、はい、火力を決めましょう。はい、6分で161度です。161度。はい、何度だろう。14度。はい、はい、そうですね。じゃあ、1.5 まで下げましょうか。はい、強くなっていってるんですね。はい、はい、1.5です。では7分で、はい、1回豆面を見てみましょう。はい、7分で豆面見ていきます。こんな感じです。おー、いいですね。はい、だいぶ黄色くなりましたね。温度が174度です。はい、じゃあ開けていきましょうか。はい、ロッキングドラム開けます。ここでしっかりと、熱風をね流して乾燥を促していきましょう。あまり開けすぎると熱が逃げてしまうので、1分経ったら50-50に戻しましょう。はい、3分で温度は187度です。はい、187度。はい、
もうすぐ開けて1分経つので50、50に詰めていきます。はい、はい、今ダンパーをね、50、50に戻しました。お水が見ますかね。そうですね、見てみましょう、はい、こんな感じ。おー、だいぶいいですね。キャラメルコーンみたいな感じになりましたね。いい感じしますね。190度を超えて、はい、なかなか一ハゼに近づいてきましたね。さあ、あとはここからどういう風に熱を溜めて一ハゼを繋がっていくかというところですね。はい、はい、そろそろ火力上げますか。そうですね、まだちょっと早いかなという気はします、はい、もう少し様子を見ましょう。はい、このね、一ハゼ前はね、ゆっくりとしっかりと水を抜きたいところです。10分まで待って、そこで豆面を見て判断していきましょう。はい、こんな感じ。だいぶ下がってきました。なるほど、はい、10分で温度は198度です。はい、そうだな、ちょっと締めてみましょうか。50、50からクーリングビーンに。はい、はい、これで温度が下がりますか、上がりますか。下がります。下がりますか。はい、こうするとちょっとやっぱり火が弱かったということですね。はい、じゃあ、ちょっと火力を4に上げてください。はい、10分半で火力を4にします。はい、この時点で温度は今上がってますか。温度は上がってます。はい、上がってますか。はい、じゃあ、11分になったら50、50に開けてください。はい、199度で50、50にしました。はい、これで、1ハゼまで持っていきましょう。はい、ここは、ね、熱が溜まってるかどうかドキドキするところですね。はい、開けてみますか。いや、ここは開けましょう。はい、はい、あ、ハゼできましたね。1ハゼです。はい、はい、じゃあ3まで下げてください。はい、12分で219度ですね。はい、一発で結構いい音で跳ねてるね。はい、表面焦げがないかどうかそれだけチェックしておきましょう。はい、まあ、大丈夫だと思います。はい、大丈夫ですね。一発でもだいぶ乗ってきてますね。はい、ちょっと温度が高くなりすぎてますかね。はい、ちょっと下げておきましょう。2ぐらいで、はい、このままだと1、2がくっついてくるパターンになりそうな予感がするので、はい、今火力を下げました。はい、13分で230度です。はい、すいません、終わりましたかね。ちょっと豆面見てみましょう。はい、ひょっとしたらくっついてきちゃうかも。なんか二ハゼっぽいですね。はい、音がね、ちょっと緩めていきましょうか。はい、1まで落としていきます。はい、はい、これ2ですね。切りましょう。はい、はい、はい、出しましょう。はい、はい、234、はい、134度で13分56秒で出しました。はい、ちょっと1と2がね、はい、ついてきましたね、今度ね。そうですね、まあ、0.6 で焼くのはね、結構難しいんでね。ナチュラルなんで色づきやすいから、ちょっと他の豆よりもね、はい、黒くは見えますけれども、まあ、煮ハゼの音的にはそこまで不快ではないですけどね。まあ、でもフレンチローストですね、はい、うちの基準ではね。はい、フレンチロースト焼き終わりました。お疲れ様です。ありがとうございます。
では次ロズマナチュラルシティを焙煎します。はい、94度ですが、はい、入れちゃいます。はい、今度は94度ですが落ちてきますね。はい、だいぶ卵温度はね、さっきと比べて下がってきてますね。余熱がさっきより少ないので、まあ、初期の火力は割と強く伝えるかなところですね。はい、はい、今度はシティなんで、はい、そうですね、煮跳ねが跳ねて全体が跳ねたら出すっていう感じでいきましょうか。はい、1分で88度。どうしようかな、全体が跳ねたらよりは風頭ぐらいの方がいいと思ってますか。1周ぐらいですか。いや、1周しないです。1って言ったら、うん、風頭、はい、いわゆる風頭で出す、はい、で、ハイローストの方をもう少しロストレベルを下げて結構浅めで上げていきたいので、はい、はい、94度で投入して、はい、今87度です、はい、どうですかね。あ、結構ぬるい感じですね。ぬるい、じゃあ2分でもつけていきましょう。はい、はい、4ですか。4でいきましょう。はい、はい、2分で火力4で点火していきます。はい、0.6 なので上がるのも早そうですね。そうですね、ちょっと強い火を使いすぎると、はい、一気にね、温度が上がってしまうので、ここは温度の上がり方を見て慎重に見極めていきたいところですね。3分で99度です。はい、2分から何度上がりましたか。11度上がりました。11度。あ、結構やっぱスムーズに上がってますね。はい、そっかそっか。豆触ってみますか。そうですね、とりあえずちょっと豆触ってみてください。はい、中まで温まってます。温まってます。はい、ね、そしたら4分でちょっと火を下げていった方がいいかもしれないね。多分2、3で11度上がってるってことはもっと3、4で来るね。はい、じゃあ4分で3に下げます。うん、上がり具合を見て少し、はい、その辺も考えていきましょう。はい、とりあえず見てみます。はい、はい、4分で、はい、114度になりました。114度、はい、ってことは15度。そうですね、ちょっと上がりすぎですね。はい、2まで落としましょうか。はい、4、5分でどれぐらい上がってくるかというところですかね。はい、はい、まあ、初期の火力はね、これでしっかりと使えたんで、あとは温度が上がりすぎないように少しゆっくりとね、火を通していければいいかなと思います。はい、どんな感じで温度が上がってくるか、ここが一つ見極めるポイントになっていきます。温度です。130度になりました。はい、温度の上がり具合は16度上がってます。16度。はい、だから結構きましたね。きましたね。そうですか。まあでも2は下がってるんで、5、6では落ち着くとは思うんで、しばらく様子を見ましょうか。はい、豆の様子見ていきます。はい、今5分半でこんな感じです。おー、なるほど。表面が白っぽくなりましたかね。温度は144度ですね。1分間で14度上がってます。14度。そうですか。あんまり落ちてはいないですね。このまま様子を見ていきましょう。はい、あんまりね、下げすぎるのもね、火力不足が怖いんでね。はい、はい、まあ、温度には余裕があるんでそのまま行きましょうか。はい、6分半で豆見てきますか。そうですね、はい、見ていきましょう。はい、はい、豆がこんな感じ。あー、ナイス、ちょっと変わりましたね。うん、いい感じですね。ちょっと開けるにはまだ早いかなという感じはありますが、はい、さあ7分で
これ何度上がったかですね。はい、7分で157度です。はい、上がりは13度上がってます。はい、13度、まあ、若干落ちてきましたかね。はい、次はどこでダンパーを開けるかというところでしょう。はい、7分半で豆の様子見てきます。はい、煙も見えてますね。はい、開けていきましょうか。はい、ね、はい、7分半で、ダンパーをローキングドラムに合わせます。これで熱風をドラム内に流して切ります。はい、これローキングドラムに開けたんでね、温度の上がりがまた1段階早くなったとは思いますが、さあ8分、はい、8分で172度、1分間で今15度上がってます。はい、まあでもいいでしょう。あまりここはね、温度落としたくないところですね。はい、こんがりしてきましたね。はい、開けて1分経つので55度に戻していきます。はい、ちょっと最後は2のままでは弱いので、はい、次はどこで火力を上げて1ハゼに持っていくか、はい、そこですね。9分で184度になりました。何度上がりました？1分間で12度上がってます。12度。はい、おー、はい、そうですか。熱はね、結構溜まってるみたいですね。ちょっと豆の様子見てみますか。そうですね。こんな感じ。こう。いい感じではあります。とりあえず10分まで待って、はい、10分で火力を上げていきましょうか。はい、4でいきましょう。はい、10分で190度、火力を4にしていきます。今回は締めずにいけるかなというところですけれども、温度がね、これ高くなりすぎるようであれば一旦締めて熱を一気に溜めちゃった方がいい場合もあります。11分締めます。温度は上がってますね、順調にね。はい、じゃあもう開けちゃいましょう。はい、熱は溜まってるんでちょっと表面焦げがね怖いからこのまま行きましょう。まず見てみましょう。はい、はい、お、はい、あ、いいですね、いいですね。あとはどこで1が来るかというところです。全体が218度で来てるんで、はい、今回もこれぐらいかな。来ました？まだですね。12分で215度です。はい、お、来ましたね。来ました。来ましたね。はい。じゃあ2まで下げちゃいましょう。はい。多分結構熱は溜まってると思うので、はい、はい。勢いはついてると思います。ね、フレンチじゃないんで、割と早めに温度を落としていかないと、これもう一気にね火が入っちゃうので。はい。次は11分50秒で仕上げでしたが、今回は12分20秒ですね。はい、ちょっと浅めに。そうですね。見てみます。はい、 おいいですね、綺麗ですね、うん、あとは1が綺麗に入って少しこう間を空けてね、はい、2ハゼに持っていければいいんですが、ちょっと温度がひょっとしたらそれを許してくれないかもしれないですね。どうしますか、落としますか。そうですね、はい、1.5 までにしてください。はい、若干不安です。まだ石鍋が終わらない。終わったら、ちょっともう1段階下げてみてもいいかもしれないですね。石鍋中はね、あの熱は高く保ちたいところですね。あら、これ2が入る、はい、消しましょうか。はい、はい、いいですね。はい、はい、開けましょう。はい、はい、あ、違う、釜を開けてください。はい、予定よりもかなり深く入っちゃいましたね。はい、風
多分全体2周目ぐらいが入っちゃいましたね。はい、はい、合格。いや失格です。ラストマッチはロズマナチュラルのハイローストを焼いていきます。よし、焼きましょう。美味しく焼きます。何度で投入しますか？今度は110度くらいですかね。いきます。今回のハイローストどのあたりで出しますか？そうですね、1ハゼが終わったら、はい、もう様子を見て出していきたい。はい、はい、ただ今までの感じだと、はい、1がハゼちゃうとそのまま2にくっついちゃうパターンなんで、ちょっと1ハゼの途中ぐらいで様子を見て、はい、こんな感じでいきたいと思います。はい、110で投入。はい、上がってます。上がってますね。じゃあ1バッチ目と同じ感じで熱は結構溜まってますね。1分でも114度、4度上がってますからね。さっき味見をした感じでフレンチよりもシティの方が少しこうぼんやりした感じがあったのは初期の火力のところです。そしてそうかもしれないですね。この釜の蓄熱具合っていうのもあるかもしれないですね。1分半で温度変わっています。はい、この状態で結構芯まで温まってます。点火せずに上がってるということは結構ね温まってるはずです。はい、2分でつけていきましょう。はい、3でいきましょう。はい、2分で116度、3に点火していきます。はい、2分3分のところで何度上がるかですね。はい、まだ点火したばっかりなんでね、そこまで激しくは上がらないと思いますが、どうでしょうか。はい、1バッチ目と2バッチ目と3バッチ目それぞれね釜の状態が違うんでね、はいはい、この辺を見極めていきましょう。3分で121度です。はい、5度上がってます。5度、ゆっくりと上がってますが、はい、3に点火されてますので、2、3分のところは5度ですが、3、4分でね、おそらく10度ぐらい上がってくるんじゃないかという予想です。はい、はい、まあ、ここでね、初期の火力がしっかり鍛えてれば、この蓄熱ありますし、火力不足にはね、ならないんじゃないかと思われます。4分で132度になりました。はい、1分間で11度上がってます。はい、予想通りですね。1分間で11度、まあ、これぐらいならいいでしょう。はい、このまま掴んでいきましょう。あと豆の様子見てみます。はい、はい、5分で少し火力を落とした方が良さそうです5分で146度になりました。はい、温度は14度上がってます。はい、じゃあここで2まで火力を落としていきましょうかね。はい、火力は落としましたが、そんなすぐにね上がり具合が落ちるわけではないので、おそらく5分6分の間でも10度以上上がっていくと思われます。はい、はい、大体ね、操作してから3分後ぐらいにこの操作の効果が出てくると言われています。はい、6分で160度になりました。1分間で14度上がってます。はい、やっぱ結構来てますね。はい、はい、豆面を見ていきましょう。いきましょう。はい、いい感じですね。7分になったら、はい、ダンパー開けていきましょうか。はい、ただちょっと今回は全開にせず50-50でいってみましょう。はい、はい、では7分で50-50にしていきます。こうすることでね、熱が逃げるのを抑えつつ
締めくくりも与えていけるか、ちょっと配合の人だけね、少し変えてみましょう。はい、それが吉と出るか凶と出るか、焙煎の神のみぞ知る。知る、はい、ね、まあ、次は焙煎の王がついてますからね、キング。はい、はい、あ、それ千柱お姉さんの王こっちは信頼しちゃいけません。じゃあこうですかね。はい、なんとなく偉そうです。さあ、8分になりました。はい、8分で187度。はい、1分間に16度上がってます。はい、結構今いきましたね。ただここでは温度は落としたくないところではありますね。ちょっと見てますか。そうですね、ちょっと見てみましょう。はい、いい感じですね。9分になったら1回締めてみて、はい、これで足りてるかどうか、火が足りてるかどうかを判断しましょう。はい、9分なのでクーリング瓶に入れます。はい、今度は、うん、足踏み状態ですね。あれ、ちょっと落ちたかな。落ちてますね。やっぱりちょっと、ね、今まで火が弱かったみたいですね。じゃあちょっとここでね、火力を上げていきたいですね。9分半で4にしましょう。はい、サメズラ見ますか。サメズラ見ていきましょうか。はい、じゃーん、こんな感じ。いいですね、いいですね。10分で55度にしました。はい、温度は199度です。1分間で3度上がります、はい、上がりました。はい、ここでね、あんまり締めすぎちゃうと表面焦げしちゃうんで、ナチュラルとかね、若干柔らかい豆質の場合は特に注意が必要です。そろそろ鍋が来そうですね。そうですか、来ますか。ここはちょっと我慢しましょうか。はい、鍋が来たらすぐに2まで下げてください。はい、218度ぐらいで、あ、来ましたね。行けますね。2まで下げましょう。11分で220度。ここはね、慎重にいきたいところではありますが、風が乗ってきたら、はい、乗ってきたら火力を落としたいところなんですが、今回はダンパーを上げていきましょう。はい、はい、で火力はこのままに、はい、ちょっと豆づら見て、はい、そう、いいですね。230度になっちゃうとちょっと煮はぜが怖いんで、もうこの辺で1まで落としましょう。はい、全体で1まで下げるとあんまり火は通らないはずなので、もうこれ温度は上がってますけど余熱で上がってる感じですね。はい、火を切りましょう。はい、はい、じゃあ火を切りましょう。12分半になったら、はい、釜出ししちゃってください。はい、はい、ね、開けてくださいって言うとまた連携ミスが起こるんで、釜出ししてください。使いました。ありがとうございます。これで、ね、いいですね。はい、はい、じゃあ、はい、今度はちゃんと決まったんで、はい、決めポーズお願いします。キングディオ上手に焼けました。いいですかね。はい、はい、オラキングディオです。オラカヤノマンです。焙煎したガテマラのロズマナチュラルを飲んでいきたいと思います。ハイローストとシティローストとフレンチローストに3種類で焼き分けました。最初がね、フレンチローストでしたけれども、はい、この時は釜がかなり余熱がね高くて、初めは少しねほっといてゆっくりと火を通していきました。2釜目が結構温度がね下がっちゃったんですよね。はい、で、初期火力を強く使って焙煎しました。で、3釜目はまた少し余熱が高い状態で焙煎をしました。それぞれね、ちょっと焙煎の仕方は違うんですが、ロズマ農園のナチュラルを浅め、中間、深
深煎り3種類で焼いて、どのポイントがこの豆に一番適しているかというのをね、検証していきたいと思います。シティがね、ちょっと、はい、火を通しすぎてしまったんですよね。はい、はい、ちょっとね、連携ミスでね、すいません、開けてくださいって言って、はい、私はこう釜を開けてくださいっていうつもりで言ったんですけれども、はい、キングリオは、ダンパーをガサガサっとこう開けて、はい、開けてしまいました、はい、でなんか豆が出てこないなって思ってたらなんかダンパーをこう開けたままキングリオが気絶してましたはい、というね、まあちょっとねアクシデントもあり、はい、楽しい焙煎をしましたが、はい、はい、結果はね、どうだったでしょうか。はい、飲んでいきましょう。飲んでいきます。はい、じゃあまずは一番最初に焼いた深煎りですね、うん、はい、はい、飲みましょう。飲みましょう。ナチュラルをね、深煎りにするのはね、カフェテナンゴ的には今までなかったですけどね。はい、はい、これがね、意外に美味しい。美味しいです。あの、温かい時はこういちごジャムみたいな、こう濃厚でねっとりしたこういう感じがすごく感じられて美味しかったです。うん、焼き方もね、はい、非常に良くて、火の通りがね良かったんで、すごくすっきりと焼けていて、なんかナチュラルの感じがもっとダークローストになると出ないのかなと思っていたら、意外に出てますよね。はい、出てました、うん、もう粉に引いた時点でナチュラルっていうのが分かる、そういう香りがね、きちんとあります。美味しい。意外ですね。はい、はい、もっと苦い味しかしないのかと思ってました。うん、うん、ね、そうですね。じゃあ次、はい、ちょっと火を入れすぎたシーンです。はい、ね、はい、飲んでいきます。行きましょう。これはね、若干釜が冷えてしまって、はい、余熱が低かったものですね。あ、でもこれ冷めてくると割とすっきりとしてますね。そうですか。うん、うん、あったかい時飲んだよりもずっといいですね。ナチュラルの甘みは感じます。そうですね、まあ、これでもやっぱりナチュラルっぽさというのはきちんと出てますね。はい、うん、もう少しね、ハゼ頭ぐらいで止めていたら、もうちょっとね、華やかさが加わったかなという感じですね、はい、どっちかというとちょっとフレンチに寄っちゃいましたね、味がね。すいません、うん、この焙煎度でもいけますね。はい、うん、じゃあ最後にハイローストを飲んでいきます。はい、最後の感じですね。お次します。 ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。うん、うん、フルーツジュースみたいですね。はい、うん、火もね、しっかり通っていて非常に綺麗な味わいです。やっぱナチュラルのジューシーな感じがね、一番これがやはり感じられるかな。そうですね、柑橘のフルーツっぽさとなんかこうナチュラルのイチゴ、ストロベリーみたいな感じ、結論としては、はい、やはりこのハイロースト、浅めの入り具合が最もこうナチュラルを表現するのには適しているかなと思います。ただ意外にシティ、フレンチときてもこのナチュラルっぽさというのが消えずに楽しめると。はい、うん、あとはもう好みですかね。そうですね、はい、どこまで活かしつつ、どこまで、好みにも応えられるかという焼き方の問題になってきますね。はい、うん、とりあえずどの段階でもロズマナチュラルは楽しめる。はい、はい、ナチュラルフレーバーは楽しめます。健在です。はい、焙煎テシテシコーナーはこれで終わりですか。ですかね。山際ビーム。あ、最近山際だから茅沼ビールもいいかもしれないですね。キングリオの焙煎テシテシコーナーを終わりにしたいと思います。はい、皆様、次の講座でまたお会いしましょう。お会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。なんか、うん、私のイメージとしては、はい、カルシウムとかに限らず全体的にいろんなものが不足してそうな気がします。私ですか。はい
朝はご飯、うん、ハムエッグ、うん、ハム、レタスとかそういう感じですか、うん、なんかハムが多いなハム好きかい？バランスの良い食事をして、そうするとこう味覚もね磨かれるし、体調が良くなれば味も取りやすくなると、ね、はい、体調悪いとね味も感じづらくなりますので、確かに、はい、その辺は気をつけましょう。はい、はい、かやぬまんビーム、ラブリーな感じになりましたね。はい、はいはい、ご視聴ありがとうございます。面白いと思った方はチャンネル登録お願いします。